の声もうちょい大きくてもいい。なんでみんな怖くなくなるで。浮いた、え、まだバレてる。あ、すみません、脱走よ。もっちりのびーっと、もっちりのびっと、テラメテラ学園栄子担当教師のカスガウラマーチだよー。こんまちー。今日は文字だけじゃなくて、とってもとってもスペシャルゲストもお迎えしております。さやママです。どうぞ。こんまちー。どうもこんにちは。こんにちはじゃないね、こんばんはだね。夏目さんちのさやです。お邪魔します。イエーイ。初のコラボです。同じ次元にママと存在してるんだけど、さやママの方が赤ちゃんみたい、うん、いや本当にもちもちしてる。もちろんね、怖いゲームではあるんですけど、今日はサイレンが大好きなもちとさやママでもうおち活を楽しもうと。はい。サイレンのね、魅力とかをね、いっぱい語って、みんなに、サイレンって怖くないんだよ。あ、いや、怖くないんだ、嘘か。ちょっとでもね、サイレン好きを増やそうという、今日は布教会でございます。始めていきまーす。きたー。ほら。あー。誰だ？これ犬。犬がこっち見てからの、目が、ちょっとボーイミーツが。始まってしまうな。始まった。皆さん見ました？今ボーイミーツガールですよ。もう全てがここから始まった。やっちまったのだ。私あのさ、右手につけてるさ、赤いリストバンド買った。すごい、羨ましい。なんだこれ。いいな。当時あの購入する手段を知らず、さまようことしかできずゲットできなかった。あ、え、待って、始まっちゃう。どうしよう。ほら始まった。もちの声もうちょい大きくてもいい。わかった。知らんで、叫んだら。知らんで、みんな怖くなくなるで。駐在警官からの逃亡、こんな感じで、ね、終了条件に沿ってゲームを進行していきます。やべえ、迷ったってなったら急に警官が撃ってきたって。やべえ、村だ。ちょっと待って、あ、違う、叫ばない。叫んでもいいよ。叫ぶと叫ぶもちちゃんが見れるよ。結構ね、あのね、警官はね、おバカさんなんだよ。いた！え？ママ、ママバレてる。ママバレてる。ライトを消してしゃがむ。あ、知りました。だったか。でもあの警官の人もね、結構ドジっ子で可愛いところがあるんだよ。結構萌えキャラだから。萌えキャラ？本当にこのゲームをやっての何度コントローラーを投げたかっていう。わかる。私ホラーゲーできないんだよね。なんでじゃあサイレンだけできたの？いや、なんか学校でやってる友達がいるのを見て、それをきっかけに実況を見まくって全部攻略法を覚えて、マップを自分で歩きたいからつって買って。なるほどね。完全に最初から推し活だ。これですね。鍵をかけ。かけれたんだ、これ。やべ。やべ。嘘だ。お前はそんな拳銃2発でやられないだろ。あれ、なんで、おかしいな。おい、ふざけんな。鍵かけたよ、いけ。マジなんだ。ごめん、もちちゃん。私、鍵開くの知ってた。それは違うじゃん。取れ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 。あ、取れた。よしよし、エンジンかけろ。いけ。無免許運転だ。わーい。わーい。わーいはダメだ。逃げるためにそりゃ乗るよねっていう。あ、石田さん、元気ですか？雨も降ってるし。うわー。マロドレちゃん。もちちゃん、もちちゃん。後ろ振り返って。三角をして。おーい。ママがいじめてくる。やだ、やり直したくない。やだ。いやー、逃げろ。逃げた。危ね危ね。ここはチュートリアルですから。あとでね、叫び回って走り回るパートもね、もちちゃんやってくれる、きっと。もう、さやママにやってほしい。こういうのって交代でやるんじゃないの？いや、でもほら、私ほら、こんなさ、ちっちゃい体だからさ、コントローラーとか持てなくてさ。急になんか、可愛いところ行使してきた。古い。もちの推しが出てきます。よりこです。わかる、マジわかる。こんなにうざい女がいるか。そのうざさが最高のスパイスって感じ。いや、そう、もう癒されるのよ、これが。この世界で。もちはやってた当時は天の風になっての人だとずっと思ってました。普通になんか俳優もやってるんだ。歌手はあの副業みたいなって思ってた。やばい、なんか見つかりました。あ、来てる来てる来てる。あ、来てる。自動照準入ってます。何のボタンで打つんでしょうか。多分丸。よしよし。イエーイ。目で動いてある。壊れていて受信はできないようだ。持ってこうぜ。で、その右側にあるはその赤い本がアーカイブです。ちょ、
進んで進んで特に気など言ったわけないじゃん。あ、違う、嫌う人が違うんだ。あ、そうなんだ。そんな、あ、うわぁ、びっくりした。どうもおばあちゃん、いない、この暖房は寄ってください。やばい、まだここどこか分からなくなっちゃった。ママ、ここはね、多分ね、あそこもうちょっと左に行く、左に行ける、左に行ける、それ、そうするそうする、これか、それ、あ、これ、これはこの辺りにあるはず。どこだ、おい、よこせ、あれをよこせ。暖房よしのおばあちゃん、痛い、よりかよりかおい、こいつ懐中電灯持ってね。終わった。あー、マジで。あー、牧野さん、久しぶりです。オイラでちょっと牧野さん、ごめんなさい。ちょっと少しだけお時間いただいてもいいですか？え、すいません。ないですか？ちょっと、牧野さん。おい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 、牧野さん、祝して。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。ちょっと待って、誰か止めて。ゲンマパー、ゲンマパー。このお母さん、暴走する気です。推しの後ろ姿で、酒をつまみにして飲んでます。うめえ。ダメだ、止めらんない。これが推し活というやつですよ、皆さん。あー、楽しい。ほら見て、可愛い、真っ暗で何も見えない。そう、マジで、もう本当に配信者殺しの画質と暗さ。暗さ。何飲んでるんすか？贅沢絞りです。贅沢絞り飲んでます。おかしい、もちろんこんなに必死になってコントロールを握っているというのに。楽しい。教会に一緒に行こう。その犬はもう死んでるっぽいし。冷たい。急に裏そうなる。ごめんごめん。ごめんごめん。毒を吐くんですよね、結構この子ね。そう、ツンデレ、ツンデレ。そう、完全なるツンデレです。ほらね、サイレンにも萌えがあるだろ。やっぱギャルゲー、ギャルゲーじゃない。攻略しようとしてる。こう、浸水していくみたいな、この感じがすごく。いや、たまらん。うん。お互いこう、強依存というか、していく感じが。あ、そうそうそう。あったー！あったー！これが俺の、急にやめろって、それ。急に取れないって。いけ、いけ、もうちょっと、もうちょっと前。どこどこ？マジで難しい。聖剣ヒカキゴルグー。いや、めちゃくちゃ可愛い。ほら、おばい、ほら、おばい。クリアー。クリアー。いやー、ミヤコの可愛いシーンがいっぱい見れて、いいステージですね。いっぱい罵倒されましたね。ありがとうございます。今、じいじ早くしろ。あー、待って、そんなに多分褒められたっけ?2 回だからご利用していけると思ってた。3回やったー。うわーうわぁ危なくなかった当たってなかったおかしい。押しいただいてる。離せ誰か代わりにやって。当たった起きてる。あって、ここめっちゃむずいところ。ここめっちゃむずいところじゃない？やめて。よし、まず殴らせ。